はい、本日はですね、5月買ってよかったものトップ3をご紹介していきたいなというふうに思います。まあ、毎月毎月やってるんですけども、先日動画出させてもらった買ったものすべて紹介というのを見てもらったかもしれないんですけども、見てもらってないでしょうか、見てもらったでしょうか、ちょっと分からないんですけど、見てない方はぜひ見てください。でそこでね、購入したものっていうのを5月に購入したもの全部ご紹介したんですよ。10点ぐらいありますって。でそれがね、後ろにこうずらーっと並んでる状態で、さっき撮影終わってそのまま撮影してるんですね。だからね、見てもらってる方は、ああそれ見たっていう感じだと思うんですけど、この上のね、ストラップなんかもそうやと思うんですけど、このサンダルなんかもそうやと思うんですけど、まあ、そういうのがあって、まあ、その中からじゃあ何が良かったか、10点ぐらい購入したんですけど、そのトップ3をね、今回はご紹介していこうというふうに思っておりますので、もう早速本日の流れとしてですね、トップ3から3、2、そして番外編を3つご紹介して、それが終わったら1位に戻っておしまいという感じの流れにしたいなというふうに思いますので、まずは第3位からご紹介していこうと思います。では買ってよかったもの第3位というのがですね、こちらのね、グローブになってるんですね。まあ今の時期グローブ買いなということやと思うんですけど、これもし見ていただいてる方の中で、今なんかご視聴んですけどね、見ていただいてる方の中でバイクに乗ってはる方とかやったらご存知かと思うんですけども、ウエストライドという、まあ、メーカーなんかな、ブランドなんかな、ちょっとわからないですけど、そこのね、アメリカで確か作ってたと思うんですけど、その革の手袋になってまして、これをね、購入するまでのバイクのね、今僕教習行ってるんですけど、教習ではね、これ中型免許の時はこのめちゃくちゃ有名なデンツっていうね、イギリスの革のブランドのね、やつ使ってたんですよ。ほんならこれでも全然いい、あめちゃくちゃいいなと思って、まあ、サイズ感もぴったりして、あめちゃくちゃいいなと思ってやってたけども、バイク用のね、革の手袋はやっぱバイク用なんですよね。何がええのかというとですね、やっぱこの裏って、まあ、手のこの平の方なんですけど、ちゃんとねこのバイク用にカバーというか二重に当て布がされてるので、こうハンドルを握った時とかでも滑らへんように生地が採用されてたり、あとそれ以外には擦れても破れたりしづらいようになってるんですよ。この辺がね、ああバイク用に作られてるなという感じで、こうハンドル握った瞬間めっちゃしっくりくるんですよ。まだお前教習所内でしか運転してへんやんけっていう感じなんですけど、その教習所内でもこのバイカーになれた気分というかね、なんか仲間入りさせていただけたなという気分にさせてもらったグローブなんですよね。だからまあファッションとしてはちょっとこれどうなんかなとかって思うけども、まあ、バイク乗ってはる方はまあいいんちゃうかなということで、今回ねご紹介させていただきました。ウエストライドの、手袋です。また冬用は冬用であるんですけど、まあこれ夏用としてねいいんかなというところで、まず一つ目になっております。ちょっとね、第3位はね、バイクになってるので、おいおいおい服じゃないじゃないかと、俺に全然関係ない話せんといてくれよと思ってはる方もいらっしゃるかもしれませんけど、安心してください。第2位からちゃんと服に戻りますのでね、ちょっと第3位もちょっとこれ言い出してください。これ あまりにも良かったんで、ちょっとね嬉しかったんで、ちょっと第3位にさせてもらったと。では次、第2位というのがですね、こちらのダナーのリカバリーサンダルになっております。まあ、これ何がいいかというとですね、やっぱサンダルに何を求めるかっていうところにはなると思うんですけど、僕はね履き心地を求めるんですよ、とにかくサンダルには。で靴とかスニーカーとかってやっぱ違うじゃないですか。スニーカーとかやったら別に履き心地じゃなくても、例えば防水性を求めはる方もいらっしゃるやろし、頑丈さを求めはる方もいらっしゃると思うんですけど、僕スリッパに関してはね、やっぱ履き心地大事ちゃうかなと思うんですよ。ってなった時に、このリカバリーサンダルのこのダナーのやつはね、結構履き心地いいんですよね。で、まあ履いてて疲れるような感じもないし、ほんまに何かこう日常的なそのコーナンとかスーパーとかで売ってるようなサンダルより、もうワンランク上が欲しいと思う方やとかやったら、これがぴったりと思うんですよ。値段的にもね5000円ぐらいで買えるってことやし、ちゃんとクッション性もブーツブランドが出してるダナーというブーツブランドが出してるやつなんで、まあちゃんと担保されてるし、まあそれ以上ね、もっと上を求めはるって方はやっぱこれですよ、ウーホスですよね。これはウーホスは今月買ってるわけじゃないからね、これは紹介しませんけど、もう何度も言い続けてるからもう言いませんけども、これは大体7000円もいかんぐらいかな、6300円かな、まあそれぐらいで買えるんですけど、まあこれやったらね5000円ぐらいで買えるということで、値段と、まあクオリティが合ってるんじゃないかなと、コスパのいいアイテムじゃないかなということで、まだリカバリーサンダル持ってへんねんけど、そんなサンダルにちょっとかけるつもりないねんな、お金かけるつもりないねんなっていう方なんかには、まあ別に持ってて損じゃないなと、めっちゃくちゃいいかって言われたら分からんけど、まあ値段相応の価値はあるなと思わせれるような、まあサンダルやったんじゃないかなと、 えらい上から目線でもの言ってますけどね、思います。まあただ不満点を言うならですね、特にどこにも特化しないんですよね。めっちゃくちゃ履き心地がスーパーいいかって言われたらそんなこともないし、めちゃくちゃ頑丈に足守ってくれるかって言われたらそんなこともないし、ソールがめっちゃ高くなってるんかって言われたらそんなこともないし、まあスーパー普通なんですよね。で良くも悪くもこう、まあ万人受けするんちゃうかなというところで第2位ということになっております。では次、第1位に行く前に、そう番外編ですよね、番外編に行きたいなというふうに思います。ではですね、番外編1つ目っていうのがですね、
入浴剤になってるんですね。これはもうめちゃくちゃいい、だめちゃくちゃいい代わりにちょっと値段が高いんですよ。っていうのも入浴剤とかって僕知ってるところとかやったらね、まあ、薬局とかスーパーとかってそんなに、まあ、入浴剤といえどもまあなんかバブとかあるじゃないですか、まあ、そんな高ないんかなみたいな感じで思ったけど、これ買ったですね、高と思って買ったんですけど、だいたいなんか100粒とかで入ってるんですけど、100粒とかでまあもう今は結構使い切ってるんであと20粒ぐらいしかないと思うんですけど、1回の入浴に4粒ぐらいいるらしいんですよ。4粒入れてやんのもいいねんけど、ちょっとあまりにも高いから僕ケチって3粒にしてるんですけど、まあ、3粒で使うじゃないですか。これ何がいいかって言ったらマジで温泉入った後ちゃうかっていうぐらい体の、ね、熱が、ね、止まらないんですよ。だから汗かくぐらいずっと体が温まってるんですよ。でまあこれからの時期とかやったら、まあ、そんなに夏場俺シャワーやねんっていう方もいらっしゃると思いますし、あんま風呂入らんねんっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、それはちょっと奥さんの、ね、原因になる可能性もありますので、ちゃんと入浴はした方がいいかもしれないんですけど、まあ、その入浴するときにそれを入れておけばちゃんとこう体の芯から温まるというか、別にこれ案件でも何でもないんですけど、僕友達にこれ勧められたんですよ。いいよって言われて勧められて、でまあ普通にアマゾンとか楽天とかでもまあ売ってるんですけど、見事虜になっちゃったんですね。めちゃくちゃいいなってことで、他にもいい匂いのやつとかもあったんですけど、これに関してはもう匂いなし、もう全く匂いとかないけど効能がとりあえずいい、温かさとか、あとなんか体に良さそうやなみたいな感じ。今までとかやったらただただこう何て言うんですか、湯船張ってるだけ、こうあったかい水があるだけみたいな感じのイメージだったけど、入浴剤入れるとなんかスーパー銭湯にでも行ったんかなという感じにはなるんですよ。ただこれ値段高いからね、100粒で確か7000円とかぐらいするんで、1日換算で言うと250円ぐらいするんですよ。あ、250円で毎日風呂入ってると考えたら結構高いなと思うんですけど、まあそこでリラックスできるとか、まあそこで疲れを癒せるって考えたらまあいいんかなということで、特にまあうちの嫁とかはね結構長湯するんですよね。1時間とか平気で2時間3時間おったりするんで、まあ、そういう人とかやったら250円払ってもまあ元取れてんのかなとも思うし、やっぱ家族で入る場合って2人目3人目がめちゃくちゃもう冷えてるじゃないですか。いくら追いだきしても寒いでっていうことあると思うんですけど、そのね入浴剤入れてたら全然寒ないんですよね。湯自体は冷めますよ、それは湯自体は冷めるんですけども、すぐ追いだきとかしたらもう汗かくぐらい温まるんで、これは良かったなと思います。ただ効能とかは知りません、薬品とか全く知らないんで、科学的理由は知らないですけど、まあ良かったかなということになっております。だから我が家ではリピート買いするというのがまず一つ目で、二つ目っていうのが日本酒なんですね。で日本酒っていうのはもう結構いっぱいあるじゃないですか。その地方地方によっていっぱいあるから、飲んでみやな分からへんし、飲んでもなんか飲まれんかったりしたら微妙やなとかって思ってて、まあ、僕基本ビールしか飲まなくて、嫁もあんまお酒飲まないんですけど、先々月2ヶ月ぐらい前に石川県の、ね、方に旅行行ったんですよね。でその時に高級なお寿司屋さんに行ったんですよ。ほな高級なお寿司屋さんで出してたお酒があって、それが今回紹介してるお酒なんですけど、そのお寿司屋さんでこうお寿司食べてる時に、なんかマスターにおすすめの日本酒ありますかって聞いたんですよ。ほんならマスターがあまりにも声が小さくて何言ってるかほとんどわからなかったんですよね。ただ聞き直したらあかん雰囲気ってあるじゃないですか。カウンターとかでシーンってする時に、すいません何がおすすめですかって言った後にボソボソって言われて、なんて言ったかわからへんけど、とりあえずそれでって言ったんですよ。とりあえずそれでって出てきたのがこの今回のやつだったんですけど、もう名前がわからへんけどうまい酒やから、とりあえずわからへんけど次の日電話して聞いたんですよ。すいません昨日飲んだ酒ってなんていう名前なんですかって聞いたら、あのお弟子さんの方がね電話出てくれたんでしっかり聞き取れたんですよ。な草原純粋無垢っていうお酒ですよって言われて、まあ、それ以降我が家ではもうとっておきの日にこの草原純粋無垢を飲むということになってるんですよね。なのでこれはまあ日本酒お好きな方とか通な人はちょっとどうかわからへんけども、まあ初めて日本酒飲むとかあんま飲み慣れてない方とかって結構飲みやすかったりしたんで、まあ良きじゃないかなと思います。まあ我が家ではね、そんな感じで日本酒飲んでます。まあちなみに僕が好きなのはね、まあ草原も好きなんですけど、北秋田ってやつも好きで、北秋田もね結構飲みやすい、まあメジャーなお酒なんで、日本酒考えてはる方はどうですかということになっております。ということで次番外編3つ目っていうのがですね、まあ、これはねちょっと人によってどうかわからないんですけど、エアコンになってるんですね。この、撮影部屋がね、これ今見てもらってる部屋っていうのが住んでる部屋ではないんですよ。撮影してる用の部屋として借りてるので、撮影部屋にね今現在エアコンがないんですよね。だから今までは春やからちょうどいい気候、ああちょうどいいねなんて言って過ごしてたけども、最近なんかちょっと蒸し暑くなってきてね、これちょっと喋ってたら汗かいてくるんですよ。ほんで32歳のおっさんが喋りながら汗かいて喋ってる映像誰が見たいねんと思ったらね、ちょっとエアコンつけとかなあかんなということで、正直僕電気関係はあんま詳しくないのでわからないんですけど、エアコンをね取り付け費用込みで6万円ぐらいとかな、10畳用のやつ、10畳12畳の上の、まあ、ちょっと広めのやつなんですけど、それで6万なんぼということで、工賃
込みでそれやったんで、安いか高いかは分からへんけども、ようやくこの涼しい環境とか快適な環境で撮影ができるということで、僕が個人的に喜んでおります。だから皆さんにお勧めするとかではないんですけど、ようやく環境が整ってきたなということで、まあ買ってよかった、もうこれは完全に個人的に買ってよかったなと思えるのがエアコンになってます。だからなんかその6万5000円かなんかでエアコンと工賃入ってますみたいな感じで買ったんですけど、そのエアコンがね片落ちのやつやから何が送られてくるか分からへんみたいな。でも別にエアコンにこだわりなんかないから、そんなもん何でもええわと思って来たのがその今見てもらってるやつなんですよね。だから全然僕エアコンに詳しくないから、これがええやつなんか悪いやつなんか分からんけど、とにかく涼しかったらそれでええし、冬は暖かったらそれでええんですよ。だからそれを購入したということになってますね。まあ、まだね工事業者の方が来てなくて、近々3日後ぐらいに来てもらうので、その時にまあ着くんですけど、まあまだ今はねちょっと暑いながらちょっと汗ばんでるんですけど、それでも頑張って喋っておるということになってるので、まああともうちょっとしたらね汗がビチョビチョ出てくるので、第1位の方に行きたいなと思います。では第1位というのがですね、こちらのバーサタイルショーツ、まあ両方2着ともなってるんですね。まあ、これはね良かったですね。っていうのも多分僕去年から体型結構変わってるんですよ。でまあ見てもらってる方とかやったら、いやいやそんなことないよ、全然変わってないよ、いやすっきりしてるよ、じゃスタイリッシュだよって言ってもらってると思うんですけども、残念ながらねお太りにはなってるんですよね。だから腰周りケツ周り結構パンパンなんですよ。で去年までとかやったらどっちかって言ったらパタゴニアのねバギーズショーツの方が体型的に合ってたんですよ。だからそれが全然 XL で履いてるのがぴったりちょうどいい感じだったけど、これなんか横ガボガボやんとかって思ってたんですね、バーサタイルは。だけど今年太ったじゃないですか、太ってこれ履いたらぴったりなんですよね。あ、これちょっと太ったぐらいがバーサタイルショーツでええねんなっていうのを今年気づいたんですけども、それぐらいなんか最近はもうバギーズショーツはちょっと体型的に合ってないんですよ。ちょっと細くないからあんま履きこなせんくて、まあバーサタイルショーツの方がよく履いてるということになってるんですね。でまあ僕個人的にはこの、ニュートープでしたっけ、このなんていうんですかカーキっぽい色味が結構好きやって、まあデニムもねいいのはいいんですけど、まあ、ネイビーにしか見えへんじゃないですか。だからまあ僕持ってる去年からネイビーも持ってたんでね、まあ、そんなになんかこう違った感はないけど、こっちに関してはこういう色持ってなかったんで、まあ、ちょっと新しいなと思って、まあ、これにね黒の T シャツとか合わせたらめちゃくちゃ合うんですよ。男っぽい感じでね。だからまあそんな感じの着こなしとかもしますし、まあこれは良かったかなと思います。だから結構ショーツとかって、まあ、体型が物を言うみたいなのもあると思うので、もちろん細い方でもね、バーサタイルショーツ履きはる方もいらっしゃるとは思うんですけど、僕の体型的に言うと、まあ去年からだいぶ変わったんで、なんか今年の体型はバーサタイルショーツがしっくりくる感じにはなってるから、もしかしたら今年の夏は結構バーサタイルの方が履くんかななんて思ったりはしてるんですよね。まあなのでね、これ迷われてる方とかやったら、バギーズショーツを2色買いするとかじゃなくて、バギーズショーツは1着買いますと。でバーサタイルを1着買うと、ほんなら値段的にも大体同じぐらいなんですよ。バギーズショーツで7000円ちょっとぐらいかな。でバーサタイルの方でも6000何歩ぐらいやから、このデニムの方は高いですよ。これは1万何歩するから倍ぐらいするんですけど、この普通の方はね、まあ大体価格的にはパタゴニアもノースレスも同じような感じやから、まあ、両方履いてみてそもそも規格が若干違うから、ちょっと幅を持たせたいんやったらバーサタイル、横幅欲しいんやったら、で横幅別にいらなくてシュッと履きたいんやったら、まあバギーズショーツとかになってくるんかなとは思いますね。でそれ以外に、まあ、そもそも丈が短いんですよ、これ結構ね、バーサタイルに関しては。だから丈短いの俺も無理やって思えたらバギーズショーツ、もしくはバギーズロングに行くべきだと思うんですけど、まあ、丈短くてもいけますっていう人は、まあね、これがいいかなというところでね、バーサタイルショーツが、今月は1位ということになってます。まあこれはね、ランキング決めようと思った段階でこの1位はすぐ決まったんですよ。バーサタイルショーツは1位やなみたいな。ただ2位3位がちょっと難しかったんですよ。2位3位どれにしようかなみたいな感じでね、まあ、迷ったんですけど、第1位に関してはもうこれ圧倒的1位ということになっております。ということでね、今月もいつも通り買ってよかったシリーズやらせてもらったんで、また来月お会いしたいなというふうに思います。ということで本日はですね、買ってよかったものを5月編を紹介してみたというところになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。